ゃあ行っちゃいくか。こんなんじゃ足りないわよ。精霊魔導士の力が足りない。私がいます。よきのルーシー様、王道十二門の鍵を出してくれ。精霊でルーシー様。わかった。鍵が金色。王道十二門の精霊たちよ、悪しき者を封じる力を貸して。開け十二門の扉。ゾディアック、すごい。全部の精霊が。お願い。閉じた。やった。喜ぶのはまだ早い。7頭です。やってくれたな、ルーシー、雪の。だが夏はどうしたの。正直、一万は制御しきれん。何の話。あの方は私に未来を。奴が姫を騙した未来人。あんた、まさか最初からそれが目的で。よく聞け、愚民ど。今より人の時代は終わりを告げる。これより始まるのはドラゴンの時代。手始めにこの町にいる魔導士。ドラゴンがあいつの。さっき制御とか言ってたが。ドラゴンを支配する秘術。あいつの目的は何なの。分かり。こんなことに何のメリット。ここはお前に任せるぞ、ジルコニス。うまそうな人間ぞ。あいつはドラゴンの墓であった。我が名はアトラス・フレイ。夏ドラグニア、町を見ろ。お前の目的は何なんだ。7年後、世界はドラゴンによって支配されていると言った。だがそれはエクリプスからやってきたドラゴンではない。支配者の名はアクノロギア。たった一頭のドラゴンによって世界は支配されている。戦える魔導士もギルドも存在しない。恐怖に怯える日々。俺はドラゴンを操る秘術を編み出したが、アクノロギアには効かない。もはやアクノロギアを倒せるのは。そのためにドラゴンを呼んだのか。それだけではない。アクノロギアを倒せば俺が。お前支配する側に回るんだ。ゾクゾクする。お前は本当に運が悪い。聞こえるか、滅竜魔法ならドラゴンを倒せる。今日この日のために俺たちの魔法があるんだ。今戦うためにドラゴンスレイヤーがいるんだ。行くぞ、ドラゴン狩りだ。エクリプスを通じて二人の未来人がやってきた。一人は私、もう一人はローグ。
話はとにかく複雑で、この時は世界の危機に直面してたから何が起きているのか考えてる余裕がなかった。未来の私は現れたドラゴンによって世界が滅ぼされたって言ってた。戦いで仲間を失い、無我夢中でエクリプスを起動させこの時代へやってくる。これが一つ目の未来。世界は一万のドラゴンに滅ぼされてしまった。そして二つ目の未来、これは未来から来たローグがいた世界。ここでもエクリプスは開かれる。でもその世界の私がすぐに閉じたことでドラゴンの出現は免れたみたい。でもその7年後、アクノロギアが現れ世界を支配することになる。そこでローグは1万のドラゴンを操ればアクノロギアに勝てるんじゃないかと思ってこの時代へやってきた。ローグの計画通りにはならなかったけど、7匹のドラゴンが出てきてこの世界は大混乱に陥った。行くぞ、ドラゴン狩りだ。無駄なことを。人間はドラゴンには勝てない。みんなを守れるなら人間じゃなくていい。マザークエン、卵。ドラゴンが増えた。ナッツの声を聞きましたね。ドラゴンを倒せるのはドラゴンスレイヤーがそれぞれドラゴンを。他のローグ、他のドラゴンへ回れ。ドラゴンスレイヤーのナッツさんの声が俺に勇気をくれた。戦う勇気じゃない、仲間を守る勇気をだ。スティング君、ルーム様。感情のないセーバートゥースは終わったんだ。俺たちは前へ進む。はい。親玉は奥にいる。小型を蹴散らしです。行くぞ。さて、燃えてきた。
ひねってやるか。雷流砲剣撃、ガリューの結果。もう終わりか、暴れたんねえぞ。おりゃ、ここは私に任せたまえ。雷流砲剣撃、ガリューの力のパルファム、ひらめき無限大、カリューの鉄拳、雷竜の鉄拳。当然だな。おりゃ、ここは私に任せたまえ。雷竜砲剣撃、やっ、カリーの鉄拳、雷竜の砲火、ゴー。微笑み、イケメンこそが正義。の本領が試される。しゃあ、一匹目のドラゴン燃えてきた。いつもの調子。なんだ。俺は夏、今からお前を食う。我を食う。うお、ざきよって。俺に任せろ。うまい炎だな。我が炎を食う人間ごときが。よし、いいぞ。レイジングボルト、カリューの結果。ゼロ距離吸引、力のパルファム、マックスメーン。うわ、いかなる力を持ってしてドラゴンには勝てん。ゼロ距離吸引、
力のパルファン、マックスメーン。ドラゴンの炎を浴びるがよい。知ってるのか。我が友にして炎竜の王。そっか、イグニールは俺の父ちゃんだ。イグニール、そういうこと。イグニールの子よ、お前の目的は何。ドラゴンを呼び出してめちゃくちゃにした奴がいる。俺はそいつを倒す。なるほど、そやつは我らを魔法で操っているよ。倒せばこの魔法いいのか。我が友のことあらば拒む理由がない。すまない、